皆さんこんにちは鈴木直道です私は今改修中の赤レンガ庁舎前にいます今日は皆さんに大切なお知らせがあります4月に行われる北海道知事選挙に無所属で出馬する決意を固めました4年前知事に就任して以来活力あふれる北海道の未来を実現するため全力で取り組んでまいりました 長引くコロナ禍、ロシアのウクライナ侵略を契機にエネルギー物価高騰により民のの皆様の暮らしかし時代の岐路に立つ今エネルギーデジタル食を3つのキーワードに北海道のポテンシャルを最大限発揮して北海道の価値を押し上げていくため 果敢に挑戦をしていかなければなりません道民の皆様の暮らしを守り抜く北海道の確かな未来を切り開いていくため再選出馬する決意を固めました道民の皆様と共にひたむきに北海道を前へと進めてまいります頑張ります